パチンコの日本一周2回で世界一周1回をした私からこうパチンコを楽しくよくよく打ちながらも勝っていく方法をお伝えするチャンネルです。はい、どうもカナコです。今日もサンタフェさん風にお伝えしました。はい、ということで今日は地中海、ピックアップしていきたいと思います。はい、まあ、本当はね、信頼をまあピックアップして上げた方がね、なんか検索とか引っかかって上位に行くんじゃないかなみたいな、再生数取れるんじゃないかなと思ったんですけど、はい、まあ、それとは逆に、まあ、地中海とこのぐらい、まあ、ここ3年ぐらいで、そうですね、一番勝てる機種と言っていいと思います。はい、まあ、いろんなパチプロのね、知り合いとかに話してて もうまずこれ、この台が上がりますね、地中海。はい、なのでこの地中海のね、完全攻略法、ほぼが少しついてますけど、ほぼ完全攻略法をね、お伝えしたいと思います。はい、今日この動画見ていただいて、まあ、一つでも取り入れる部分があったら、まあ、終始上がっていきますね。はい、でかなり細かくいいんですけども、全部取り入れたらもうかなり安定して、勝てると言っていいと思います。はい、ただ一回見てね、全部もう取り入れようなんていうのは難しいと思うので、ぜひこの動画もね1000回ぐらい、はい、見ていただいて、身につけていただけたらと思います。はい、今登録者数がね2300人ぐらいで、1000回なのでね、何回だ、計算できませんけど、23万再生ぐらいだったらね、すごいことになりますね。はい、でも本当に何回も見ていただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、今日ちなみにパソコンをいろいろ細かく書いてあるんでね、見ながら生きていきたいと思います。はい、ちなみに今この地中海なんですけど、出たのがいつだっけ、3月とかかな、3月2月ぐらいに出た機種ですね、2020年のおそらく。はい、でどんくらい打ち込んだかというと、まあ、数えてないんですけど、僕は約多分500時間ぐらい打ってるかなと思います。で期待時給で、そうですね、2000円ぐらいはつかめて積んでるんじゃないかなと思います。なのでまあ100万円ぐらいですね、期待値的には100万円ぐらいは積めてる台です。はい、でまあ、今年前コロナの影響でね、緊急事態宣言があったりとかして、まあ2週間ぐらいでパチンコできない時期がありましたよね。はい、で僕その時旅打ちで広島にいたんですけど、で、まあ、広島パチンコの、まあ、緊急事態宣言解けてホールチェック行った時に、まあ、どこもそんな打てるいいなっていうお店は見つからなかったんですよね。はい、その時に助けられたのがこの地中海でした。はい、まあ、地中海を打って広島の状況が良くて、期待値を詰めたというよりは、地中海の状況が良くて期待値を詰めたと、はい、そういう感じでしたね。はい、でこの地中海、まあ、へそがノーマルでもうすごい回ります。はい、へそがノーマルでもう他の釘の調整がマイナスがなかったら、それはつまりイコールお宝台と、言っていいレベルの台になります。はい、まあそんな台なんですけど、まあ、なんで稼げるのかっていうのをね、はい、まあ、ちょっと冒頭でちょっと話しましたけど、順々に説明していきたいなと思います。はい、ということでね、なんで稼げるのか、なぜ稼げるのかですね、ご説明していきたいと思います。はい、まあ、まず目次ですね、一つずつ読み上げていきたいと思います。はい、1、基礎ゲージ、特にステージが良くて全然回らなそうに見えても回っちゃう。はい、2、ステージに球を乗せるストロークで回転率がアップする。3、技術介入で一般人との差がつく。はい、4、残保留の効果が半端ない。はい、5、カスタムによる大当たりの最速察知ができる。はい、でそれ以外の攻略もお伝えしていきたいなと、はい、そういう流れでいきます。はい、じゃあ上から、順番に説明していきますね。はい、まず1ですね、基礎ゲージが良くて全然回らなそうに見えても回っちゃうと、はい、いうことです。はいはい、まず1つ目なんですけど、これ、まあ、今までの、まあ、海シリーズに比べるとステージ性能が相当いいです。はい、大海4とかは僕ステージの基本的にそんなしないんですよね。ホール4以上で球が乗っかってたらするっていう感じなんですけど、基本的にステージに球が乗っかっても無視します。はい、ただ
地中海はステージ性能が相当いいです。はい、なのでまあ寝かせのいいステージの出来がいい台だと、まあ、5割ぐらいはステージに弾が乗っかって、まあ、結構滞在期間が長いんですけど、滞在してる時間が長いんですけど、5割くらいは入りますね、へそに。はい、なのでステージ性能がもう抜群にいいです。はい、です。でまあね、まあ、どういう台を狙っていいかっていうね、釘読みのところはね、あの西村さんがね動画出してるのって、そこを13分とか15分とか確か話してると思うんですけど、そこでまあ細かくチェック見てしていただけたらいいなと思うんですけど、はい、まあ、僕が一応どういうところを大事にしてるかっていうと、一応スルーは結構大事にしてますね。地中海は連鎖ボの時間が結構長いんですよね。地中海チャンス入って、ST プラス80回と時短80回、はい、合計100回とそういうのが結構続いていくので、連中が途切れると結構厄介なので、スルーは大事にしてますね。はい、うん、まあそれ以外も結構大事なポイントはあるんですけど、はい、特に大事にしてます。はい、細かくは西村さんの動画を見ていただけたらなと思いますね。スルーがもうかスルーがね枯れてね、連鎖が全然開かないっていう台もあるので、そうするともう本当死ぬんでね、はい、僕はスルーを結構大事にしてます。はい、で2、ステージに球を乗せるストロークで回転率がアップするよということなんですけど、まあワープっていうの分かりますかね、皆さん。ワープっていう、まあ、ステージに入るための釘のところですね。はい、そこが上部についてます。はい、なのでまあ矢印があるんですよね、矢印。はい、矢印があって、ただまあそこ見ないでね、ストローク関係なく打ってる人が多いんですよね、意外と。うん、ただそこにその矢印のところとかに入れてワープに球を通すと、まあ、ステージに球が入るんですよ、向かうんですよね。はい、なのでそこに狙うストロークだと回転率がアップします。はい、でまあ矢印の部分を狙えばって言ったんですけど、僕がどこに狙って打ってるかっていうと、その矢印のところがあって3本の釘がありますよね。3本の釘があって、3本の釘の一番上部分ですね、一番上部分に球の下部分を当てる感じです。そのストロークが一番僕は多いです。はい、そこを狙うと、そこの穴が開いてる部分3つぐらいかな、ありますよね、あって、そこの間にも通るし、弱くなって下に来てもその矢印の間にも通る。はい、で最悪右に行っても、まあ、海なんで右からでも入賞するんですよね。はい、で右のワープにも入る可能性だってあるということで、まあ基本的にはこれ3本釘の一番上のところをね、はい、に球の下を当てるストロークで打つことが多いです。はい、台によってはやっぱり右が本当にぶっ壊されまくってたりとかしたら、矢印の方向に変えたりとかすることもあるんですけど、まあ、基本的にはその3本の釘の下に当てると、はい、そういうストロークが一番いいかなと思います。はい、はい、続きまして3、技術介入で一般ヒットの差がつくです。はい、まあ、技術介入は何かというと、連鎖歩中の飛び打ちとひねり打ちですね。はい、これをご説明していきたいなと思います。はい、まず連鎖歩中の止め打ちなんですけど、あ、まずねこれねストロークなんですけど、まあ、通常時はワープを狙うところに打つのがベストだとお話ししたんですけど、連鎖歩中は僕はまあ基本的には一番弱めですね。はい、最弱のチョロ打ち、はい、をすることが多いです。はい、なんでかというと、そこが一番スルーに入りやすくて、で電柱ですね、電柱に球が安定しやすいんですよね、向かうのが。はい、なので連鎖歩中は最弱の弱め打ちにするのがおすすめです。はい、でセグが、まあ、ほぼ2パターンですね、ほぼ2パターンあります。はい、ですね、右上と右下がまあほぼ同じと思ってもらって OK なショート開放3回です。はい、で左下がショートミドルの
未開放ですね。はい。で、右上と右下どうするかというと、2回目が開いたら止めて、2回目が閉じたら打ち出すと。はい。で、左下は1回目が開いたら止めて、2回目が開いたら打ち出します。はい。まあ、これを繰り返すだけですね。はい。まあ、ちなみに、まあ、毎回方ね、合わせていく打ち方もあるんですけど、まあ、よっぽど、スルーが良くないと、うん、もう途切れちゃうことが多いので、まあ、毎回方止めよりは、インターバル止めで全然十分かなと、僕は思います。はい。で、ひねり打ちなんですけど、ひねり打ちは、まあ、一般的なね、弱強のひねり打ちでもできるし、強弱、海はね、強弱で、逆ひねりでも対応ができます。はい。で、これどっちでもいいと思うんですけど、まあ、どちらかというと、まあ、逆ひねりの方が多く取れるかなと思います。右をね、結構、やっぱり殺す挑戦にしてることが多いので、はい。逆ひねりの方はどちらかというといいと思います。でも僕はまあ、結構、普通の通常ひねりで合わせることが、多いです。はい。一応両方説明します。で、通常ひねりの場合は、まあね、毎回こうちゃんと細かく合わせてめんどくさいんで、4個入るタイミングぐらいで、右に2から4個ぐらい打ちます。はい。で、なんで2から4かっていうと、球を追っかけてて、あ、結構球が入ったなと思ったら2個。で、あんまり入ってねえなと思ったら4個と、その時に瞬時に判断するんですよね。はい、です。で、逆ひねりは、3個入るぐらいのタイミングで、それも2から4個ぐらい弱く切り替えて打ちます。はい。まあ、これはね、まあ、いつでもなんですけど、釘の調整によってね、結構、調整いいなと思ったら、もうちょっと早めに打ったりとか、あんまり入ってなと思ったら、ちょっと遅らせたりするので、まあ、参考程度ぐらいに。していただけたらなと思います。はい。あとは個人的にはなんですけど、点1でもいいかなと、全然十分かなと僕は思ってます。はい。まあ、プロの人でも、全然しねればしないで、点1で、いいよっていう人もかなりいます。運の場合は。はい。点1で、球を左右に、まあ、同じぐらいの球が来るようにして、両方から球を来させると。はい。いうやり方ですね。はい。で、それはまあ、オーバーニッシュね、両方から来てしやすくなるのでと、はい、そういう打ち方もできます。全然、それでも僕は、個人的にはね、十分かなと思っておりますので、まあ、はい、やっていただければと思います。最後じゃないね。はい、4。残保留の効果半端ないと、いうことなんですけど、地中海なんですけど、大当たり確率が89分の1ですね。はい、かなり当たりやすいです。で、かなり当たりやすくて、さらに、へそ、保留、消化でも、まあ、20回転以内だったら、ST プラス時短のラッシュに突入しますね。はい。それにもかかわらず、20回消化した後にね、通常画面に戻るんですけど、電柱保留で当たれば、それでも ST プラス時短をいただけるんですよ。はい。なのでね、その、まあ、5回転ぐらいぶち込むわけですけど、はい。あ、これ、さっき止め打ちの方法をお伝えしましたけど、残りの3、4回ぐらいから打ちっぱなしに変えても OK です。ていうか、僕は変えてますね。はい。できる限り残保留をこれ残したいので、はい。だから、残保留5回転乗せると。しかもラッシュ入ると。電柱のね、効果半端ないですよ。はい。なので、かなり有効だということですね。はい。ね、ほとんどの雑誌とかに地中海に載ってるボーダーが、約ね、20.5 度かで載ってるんですよ。うん。ただ雑誌とかのね、ボーダーはね、この残保留をね、管理してない数値で載ってます。はい。なので、地中海ね、あ、この次、あるカスタムにどうやって最速させていきますって話なんですけど、はい。それもしてやって、保留2で当てて、1ラウンドベースが約78個取れると。はい。で、連鎖もマイナス 0.4 個ぐらい
で、残保留もちゃんと入れると、残保留5個載せられるというふうになると、ボーダーが 16.5 まで落ちます。はい、逆ね、はい、なので雑誌とかに書いてある 20.5 じゃなくてもう 16.5 で打てるんですよ。はい、だからもう21ぐらいもあればまあ打とうと、はい、ちゃんとね、で、まあそこで削りなくて、はい、22やったらもう全然もう余裕で1日打ち切ろうと決心するぐらいのレベルです。はい、そんなそうないですね。はい、です。なのでこの残保留の効果半端ないというところがあります。はい、で必ず残保留貯めるようにしてくださいね。はい、で5、カスタムによって大当たりの最速サーチができますと、はい、いうところです。でカスタムなんですけど、どうするかっていうと、魚群 100%、 一発告知 100%、 告知方法いつもの、保留変化頻度少なめ、予告頻度シンプルで、地中海モードで打ってください。はい、でまずこれ何でかっていうと、まあまずね、魚群が出た時点で大当たりだということですね。はい、で一発告知出た時点でもう大当たり、あ、もうこれは当たり前か、一発あの できる限り早く判別したい。はい、もう回った瞬間告知とか100、もう一発告知とか機会するのでね、できる限り大当たりを早く感知したいんですよね。はい、で、保留変化頻度は少なめ、もう当たんないのに余計な、要はね、演出いらないんですよ。予告頻度もそうシンプルにして、で海は結構ね、海モードで打ちたがるプロの人とか多いんですけど、地中海に関しては通常時は、地中海モードで打ってください。はい、それが一番大当たりの最速察知がしやすいですね。はい、でね、以前ね、あのね、僕がね、なんだろう、動画で、演出面の動画の勉強なんか一切しませんよみたいなメッセージとは言ってないですけど、全然しませんよというお話をしたんですけど、この地中海に関してはまあしといた方がいいですね。はい、まあなんでかというと、まあ、この演出見てより早く止めるということができます。はい、まあ、これ細かく言っていくと、これもかなりの時間になるんですけど、まあ、どういうので止めていくかっていうと、まあ、基本的に保留変化とか、海物語の文字ですね、フラッシュとか前兆予告とかが来たら全部止めます。はい、でリーチになって十字キーの真ん中の赤いボタンあるんですね、十字キーのボタン、 裏ボタンって言うんですけど、あそこを押しますね。まあまあ絶対押すとは言わないですけど、まあ、僕は8割ぐらい押しますね。はい、ちょっとたまにサボりますけど、はい、そこでまあ音符とか出たら激アツですし、まあ、基本的には星以外ですね、星以外出たら止めると、はい、そこを裏ボタン押して確認すると。はい、でさらにプッシュボタンですね、プッシュボタンを押して、まあ、魚群が出なかったら打ち出しますね。ただその前が結構かなり熱いチャンスアップが絡んでいたら、魚群じゃなくてもまだ可能性はあるので止めます。まだ打たないです。はい、まあ、これはね、本当打ちながら覚えていただければなと、どういうのが熱いのかなと、いうのを打ちながら判断していただければなと思います。はい、はい、ということで最後ね、それ以外の攻略をお伝えしたいなと思います。はい、で通常時はあの地中海モード必須と言っていいと思います。はい、必須で打ってほしいんですけど、サポ中は、基本的には海モードで打ってください。はい、まあ現状維持か増えるんだったらどのモードでもいいですけど、まあ、現状維持だったらでも海モードがいいかな。はい、まあ、増えるんだったらどのモードでもいいんですけど、まあ、基本的には海モードが一番最速察知ができます。もうリーチになってすぐ魚群が来るので、はい、なので通常時は地中海モード、連サポ中は海モードと、覚えていただければいいなと思います。はい、であとは地中海モード、地中海チャンスか、地中海チャンスですね、ST 突入してもう大当たり確定してる時ってありますよね。はい、あるんですよね。ありますよね、あるんですよね、あのミラージュチャンスとかね。はい、でその時に、まあ打たないで、まあ、見てる人も多いと思うんですけど、
もしスヌーに入ってて、スルーのね入ってて、まだ電柱が開くようだったらね、まだ開くようだったら打ち出して、その大当たり画面まで電柱掘りを貯めといてください。はい、まあ同様にもう前兆予告とかで何回転目に電柱中に大当たりがもう確定するというのが決まってても、まだスルーが途切れてないんだったら電柱貯めといてください。はい、あの次の大当たり開始時にスルーに球がもう入ってなくて電柱が開かないかもしれないので、今スルーに入ってて電柱が開いてるチャンスなので、はい、まあ大当たりが何回転後に当たりが確定してたとしても一応最後まで貯めておいてください。その方が時間効率もいいし、まあほんの少しですけどお得になりますよ。はい、そんな感じですね。はい、まあこの動画でね、いろいろお話ししましたけど、はい、何回も見ていただいて少しでも収支が上がっていただければなと思います。はい、多分なんか結構ね今回動画撮っていろいろ自分こうしてるなって思い出しながら言ったんですけど、多分体で覚えてるんですよ。電柱も正直ね、あのね、まあ当然できるんですけど、あのねネットで調べて、あ、こうだったな、みたいな。体で覚えてるんですよね。はい。何回だったな、みたいなね。はい。結構漏れてるところもあるので、ぜひ、あの、他にこういう攻略あるよ、というところがあったら、僕はもしかしたら、あ、そうだそうだって思い出すのとか、あの、気づけてないところとか、結構まだ秘めてる台だと思うんでね。はい。コメント残していただけたら、僕自身も嬉しいです。はい。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。